ステレグシチ級フリゲートはロシア海軍のフリゲートの艦級。海軍での正式名は2380型、警備艦。防衛省ではステレグシチ級と呼称する。また、発展型の2381型も本校で扱う。2000年3月4日、ウラジーミル・プーチン大統領は2010年までのロシア連邦海軍行動基本方針を承認した。 これに基づき、宴会用のム用警備官として計画されたのが、本級である。2001年5月25日、サンクトペテルブルク市のアルマース中央、海洋設計局が設計を受注した。同設計局は、ミサイル艇の製造などで実績があり、シリアフテンコ主任設計官によって引き入られていた。最終案は2001年12月14日に、承認され、その1週間後には、 同志のセイベルナやベルフィで、ネームシップの建造が開始された。当初は2005年竣工予定とされていたが、後期の遅れから、浸水は2006年、収益は2008年に遅延した。また2番艦以降は、海軍の要請を受けて、防空能力を強化した改良型である2381型、7.8番艦は、巡航ミサイルの運用能力を付与した2385型。 そして、無人機の運用能力などを付与された2386型へと順次に設計変更を受けている。なお2385型2隻が寄港された後にも2381型の建造は続いている。本級はステルス艦として設計された。主戦隊は構成で9つの水密区画に区分されている。 水線化形状は大幅に刷新されており、水中抵抗は従来線形の25%減となった。また艦首にはブルワー,ークが付されている。ステルス性への配慮も含めて、上部構造物には複合材が導入されており、主船体への新型鋼材の採用もあり、尖閣重量の軽量化が達成された。蒸気の水中抵抗軽減もあって、 より軽量小型で出力が低い主機関でも所要の速力を確保できたことから従来の設計と比して管内スペースは相対的に余裕があるものとなっている主機関はコロムナ 16D49 ディーゼルエンジン4機によって2軸の固定ピッチプロペラを駆動する子など方式とされたまた非常用推進機として陰ン式ンのアジマススラスターも装備されている電源としては コロムナ22から 26DG ディーゼルエンジンを原動機とする発電機4セットが搭載され、総出力2 0 0 0ットを確保した。マスト長部のレドームには S バンドの3次元レーダーである 5P27M、フルケ2が収容されている。その下方のマスト本体は、アメリカ海軍の先進型兵鎖と言いますと、センサーと同様、特定周波数の電波だけを透過させる構造になっており、 内部には、対水上捜索、SSM 射撃式用のレーダーが収容されている。機種はモノメント、または 3TS-25E、ガルプン B と見られている。なお、フルケ2の両脇には、目標補足用の MTK-201、M 電子光学センサーが配置されている。ソナーとしては、中周波数のザーリャニを、バウドームに収容するほか、完備からは、 ミノタウル可変振動エコーアレイを展開できる。防空システムとして、2380型では、GSH-6 から 3030mm、ガトリング砲2機と QM311 金サムの4、連装発射機2機からなる、コール地区1機を環境構造物直前の01、看板レベルに、また AK-630M30 マッシュダブリュスを、艦中部両限に備えていた。 しかし、ロシア海軍は、この防空能力に不満を表明したことから、2番艦以降では、より、これは、陸上用の S-400 と、並行して開発されたもので、R-73 短距離空対空ミサイルを元にした、短射程の QM100 ミサイル、中射程の QM96E、96E2 ミサイル、そして S-300FM、 フォールと M と共通の長射程の 48N6E2 ミサイルと複数のミサイルを使い分けることで単一のシステムで広範囲をカバーできるようになっている。2381型では12セル、2385型では16セルの VLS が搭載された。対艦兵器としては2380.20381型では 3M24。 ウラン艦隊艦ミサイルの4連装発射等2機を搭載している。また2385型では、それに変えて、ユックスック VLS が搭載され、カリブル NK 巡航ミサイルの運用能力が付与された。比較的小型の艦であるが、艦尾艦舶をヘリコプター艦舶とし、上部構造物後端にか、カマイナス 27PL 紹介ヘリコプター1機分のハンガーを設けて、 航空運用能力を備えている。また2386型では無人機の運用能力も付与される。なお、最新の電子機器が搭載されているために、徴兵レベルの兵員では扱えず、上院の訓練や後方支援のシステムにも大幅な変更、改善が加えられている。本級は、派生型も合わせて20隻が建造される予定である。 初期に建造された艦はいずれもバルチック艦隊に配属されているが、最終的には全ての艦隊に配分される方針である。なお、太平洋艦隊配備予定の2381型は、極東方面コムソモリスクナームーレシアムール造船所で建造されている。ありがとうございます。